皆さんこんにちは、むしゃと申します。レモンポップの将来が楽しみすぎるということでですね、ネギシス X、 さすがの東京専用へのね適性を見せて受賞初勝利を決めたね本場ですけれども、いや本場ですね、現役馬としてのこれからはもちろんのこと、いや勝馬としてもねめちゃめちゃ面白そうな背景っていうのを持ってるんですよね。まあ実際にですね、田中博康調教師もやはりその血統面だったり、そしてこのスピード性のある能力っていうのはですね、勝馬として期待しているところもあるとおっしゃっておりましたから、そういったね未来のことも含めて今日は語らせていただきたいなと思います。あとはですね、他の新馬戦でもいやこの血はまた面白そうだなっていう馬いましたんでね、ご紹介できればと思います。まあまずはですね、私がパッと本馬を見た時に思いついたのが、あのアポロキングダムという馬でして、まあ実はですね、その知る人ぞ知る勝馬にもなっているその馬はですね、いや本馬と結構近い辻っていうところがあるんですよね。もうこれはねコスパ勝馬を追い詰めた人なら納得いただけるかと思うんですが、いや本馬はそれのねバージョンアップバージョンになる可能性があると。この父レノンドロップキットとですね、ハーチズがジャイアンツコーズウェイ、ストームキャット系っていうのはまさにね同じ組み合わせっていうことになっておりまして、こちらがですねそのアポロキングダムなんですけれども、父レモンドロップキットで母がストームキャットの直子っていうことになるんですよね。でまあこの馬がですね、まあアポロさんの動画でもご紹介したように、もうめちゃめちゃコスパのいい勝馬でして、それこそね現役時代は500万以下までのたったの2勝だったもののですね、やはりこの血統背景が日本と相性のいいところっていうのもあるんでしょう。ライン付け料は当然ね50万円にも満たない安い価格ながらも、現時点での勝ち馬率は 40% 近いというね、これ JRA の数値になりますから、いやかなりね優秀な勝馬と言っていいのではないでしょうか。まあやはりですね、その勝馬の成績っていうのはその現役時代かける血統背景っていうところを私はね考えておりますので、そういったところを考えるとアポロキングダムの場合はですね、あくまで現役成績っていうよりは血統背景で成功したっていうところが言えるわけでですね、そう考えるとほぼ同じ血統背景を持ち合わせているレモンポップにですね、現役成績で言えばもう重賞勝ちを決めてこれから G1 を大いに狙っていけるような現在っていうわけですから、いやこれはね将来勝馬としてやってくる可能性っていうのは大いにあるんではないでしょうか。ついでに言うとレモンポップの場合はですね、もうさすがのねダーレーさん、ゴドルフィンさんっていう品系を持ってるところがあって、あのヨーロッパの大勝馬デインヒルと同じ品系ということにもなるんですよね。この三大母からねそのデインヒルが生まれたということで、まあつまりはハービンジャー繁殖とかとつけた場合にはですね、非常に魅力的な全兄弟クロスなんかもまあ出来上がるということになるわけですね。まあこれがねどういう影響をもたらすかっていうのは分かりませんけれども、まあとりあえずはねそういった世界的な馬も輩出している品系っていうことは大きな勝馬としてのバックにもなるような気がしますね。まあ、あとはレノンドロップキットの他の後継でいうと、やはり新勝馬ビーチパトールなんかもいるわけですから、まあハーチのジャイアンツ構造への芝だと兼用なところも含めてですね考えると、まあもしかしたら芝をこなす3区なんかも期待できるのかもしれないですね。まあ馬格的に言ってもね500何十キロとある馬体にもう文句なしのねスピード性に、まあ、早熟性で言ってももう2歳の時からねオープンっていうのは合っているわけですから、まあ全くもって今の段階では隙のない成績をしてますからね。まああとはなんとか G1 勝ち10日で1個取ってほしいなというところですね。まあ距離的に言うとそれこそスピード性が勝っていて1006だと若干長いのかなっていう感じもね佐々木騎手のコメントからも思うところですけれども、まあただ今年のフェブラリーステークスはねそれこそ今回2着だったイルデッドミラーが、そしてあとはクラウンプライドなんかも出走はするものの、やっぱりサウジに行く馬もかなり多いですから、若干やっぱりメンバー的にはやりやすいというところはあると思いますからね。まあなんとかそこをこなしてですね、さらに勝馬価値っていうのを高めてほしいところでございます。まああとは人関係で言ってもですね、ついに田中博康調教師が重賞勝ちを決めたということでね、もう私も押し続けてやまないですけれども、いや本当にねこれは序章に過ぎないと思いますよね。もう率的に言ったらですね、常に副勝率3割超えをしているような、もう明らかに人考えるとやばすぎる成績っていうのは残してましたからね。あとは時とタイミングだけっていうところだったんですが、まあこれから量産体制に入ってくるかもしれないですね。本場だけに限らずウィルソンテソーロなんかも相当いい線いきそうですからね。サンプラック3区ダートで
変えてからトザキスを乗せて4連勝、もうまさにねレモンポップと同じような経歴を歩んでおりまして、まあ実際のマーチセクトで同様にね重賞勝利を決めても全くおかしくないですね。北三ブラック3区は芝での大物が目立つもののダートでのね勝率とかも非常に高くて、意外と血統背景からは想像つかなかったダート適性っていうのも高いんですよね。まあやはりそこら辺はね前に行けるスピードだったり馬角であったりっていうのが優位に立ってるような気がしますね。まあこういったね一流のボバを育てている田中宏調教師っていうのはもうノーザンファームからもですねかなり最近は目をつけられているというところがありまして、もうついにはですねアメリカの競りで買った超高額ジャスティファイ3区なんかも入ってきましたからね。こちらのジオッコピアノは OBS マーチセール、あの藤田さんがメタマックスなんかをね超高額落札していた競りでノーザンファームが買っていた1頭ですけれども、まあ大体ねこういうアメリカの競りでノーザンファームが買った馬って当然一定高額で血統もいい馬多いですから期待の厩舎に預けられやすいんですけれども、まあ今回そのうちの一つに田中宏氏が入ったっていうのはねやっぱり評価されるとしか言いようがないところで、他はあの久村厩舎とかね林徹厩舎になりますけれども、やっぱり重賞や G1 でももうすでに目立っている勢いのある厩舎っていう印象がありますからね、まあ、やはり田中宏氏厩舎も重賞勝ちはこれまではなかったですけれども、やはりそのリッツ等からですね大手牧場さんから評価されているのは間違いございません。まあこれでノーザンからもそしてレモンポップのゴドルフィンさんからも今後超絶質の高い馬たちが入ってくるっていうことを考えたらですね、いや相当すごいことになると私は思いますね。もうこれも勝馬と同じで当然質が上がってくればさらに成績は伸びますからね。これまでの質でここまでの結果を出してた人にあれだけの質が入ったらどうなるかっていうのは本当に末恐ろしいですね。あとは豆知識としてはこれ田中宏康先生の同期の調教師さんたちってすごくもう黄金世代と言ってもいいぐらい優秀でして、あの帝王ケインズの高柳さんやもう誰もが知る竹幸四郎さん、そしてメイケイエールの竹秀則さんに先ほどの林徹さん、そしてオメガパフューム等の安田翔吾さんに名将村久保の和田雄介さんと、もう全員がね重賞勝ち他 G1 勝ちを決めてる人もいるということで、たったの6年しか経ってないのにこの成績っていうのはまあ相当黄金としか言えないかなと思いますね。まあぜひですねこの方々切磋琢磨してどんどん伸ばしていくと思いますので注目してほしいなと思います。まあでですねもう本当にレモンポップもねまさにその外国ペットの馬っていうことになるわけですけれども、まあ同じぐらいですね価値のある知事で新馬をねいい勝ちっぷりした馬がおりましたんで部長のピックアップとしてご紹介させていただきたいんですが、それがですねモズ赤星さんでございます。いやーこちらはですね同様に父も相当ビッグな馬ですし、お母さんにしてもねいや日本と馴染みのある馬で、いやーこの馬は商売入りしたらめちゃめちゃ熱いと思いますね。まあ本当気が早い話ではあるんですけれども新馬勝ちね実際決めてくれたんで、いや本当先々楽しみになりましたね。まあまずは馴染み深いところとしてはもうシンプルにモズアスコットの弟ということですね。まあ当然モズアスコットもね輸入馬になりますから、なかなかねその地上また購入できるっていうのは巡り合わせが良くないと難しいんですが、まあ、タイミングよくですね競りにまた出てくれたということで、それに目をつけた矢作さんが購入されたと。まあその安田記念とねフェブラリーステークス芝田アート G1 を決めたモザスコットっていうのはそのフランケルの地上と相まってですね勝馬としても大人気、去年は139頭につけまして3年目となる今年も300万円で即日満口レベルになっております。まあこの信頼十分なお母さんにですねフランケルからは変わったとはいえクオリティロードですからね、いやクオリティロード需要っていうのも個人的にはめちゃめちゃあると思いますね。まああんまりね日本と馴染みのないところかもしれませんが、もうアメリカで言ったら大流行中激安の父となっておりまして、なんと今年は3万ドルアップのね20万ドルで種付けを行うということになっております。もう3000万円近いですからね、日本のどの商売よりも評価されている一頭ということになると。もう去年はですねリーディング的には2位だったとはいえサウジカップ、他ったエンブレムロードなんかも輩出しておりまして、まあ世界最高賞金レースを
つ馬を輩出するってわけですから、いやそれは評価されるよなっていう話ですね。もう当然ね、その勢いな日本のバイヤーさんっていうのもかなりの目をつけてるところがありまして、去年のセプテンバーセールなんかでもですね、ノースフィールドの前田さんやエビシマトのミキさんなんかも広告購入参加をされておりました。まあ当然ね、これから車大計算やねノーザンファームさんもね力を出てくる知事だと思いますから、まあそのね先手を取ってきた一頭として、いや本場はねめちゃめちゃ将来が楽しみかなというところですね。まあ本当知事的に言ったら隙のない背景っていうのは持ち合わせてると思うんでね、まあさすがにフランケルのアスコットよりはかなりダート寄りのタイプにはなってくると思いますが、まあそれこそねそちらだったらソフライ的に、いやリーディング候補になってもおかしくない知事だと思いますね。本当この品系自体がアメリカの G1 馬めちゃめちゃ出してますんでね、本来はこっちが適性強いっていうところがありますので、ここにあのクオリティロードっていうんですから、いや人気しないわけがないかなと思いますね。まああとは世界の矢作さんがどこまで本場を羽ばたかせていくのが、いや本当に楽しみでございます。まあそれこそねアスコットは海外には進出しなかったですけれども、本場はねアメリカのブリーダーズカップデーに挑戦する日が来ても良さそうですね。ちなみに本場の名前ってアコボスっていう単語ではなくて、アスコット、カッチャン、ボス、スーパーフレアの頭文字を全て取った馬名ということになるようですね。つまりはこのキャピタルシステムさんの代表馬たちの名前を集結させたと。グランプリボスなんかもねこの馬主さんの関係馬ということになりますので、そこからボスということで他はそのまま馬名になってますよね。まあ、つまりはね本場もそれレベルの G1 での走りをね期待されている一頭として、ぜひ今後もですね長らく見守っていければということでね、いや本当に先々が楽しみなビッグな馬が出てきたこの週でございました。少しでも参考になったら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録お願いします。